の顔を置いてるっていうのも失礼な話なんですけど。いいでか。その時に、その時にあの衣装が回った時に、うわパサッとなります。お酒をこうシクシクと作って、いつからこう激しくなるんだろうって瞬間にお疲れ様ですって帰って帰って。うわ、別にプレゼントなんていいですよ。別にいいです。なってます。ドヒエが犬のうんこ踏んだ。ヒデが雨の階段で思いっきり転んでおケツを打ったこととか。テイク6でおケツでごめんなさい。いやもう全然あのお相手がもう素晴らしいのに足を引っ張ってしまいまして、普段と違う勝手の違うところで大変ですが素晴らしいと僕は思います。ありがとうございます。運動神経という顔でいい。実力を発揮させなくて申し訳ないです。口が動かないんでとりあえずよくやるんでください。いや、俺もあの口下手なんで使い切ってる桜井さんでした。以上、現場から終わりました。全然出てこない。じゃあ、桜井さん今のカットを申しましてグランカップでございます。ありがとうございます。ありがとうございました。忘れない4日間でした。左手は大丈夫ですか？大丈夫です。その日だけ食べられるすごく楽しい。いかがでしたか？初めてのアタクションの感想。いろんなところが悲鳴上げてました。なんだろうなって感じですね。6時間ぶつ付けであのテンションで撮影をするっていうのは。いない人のこと言えばいいか。バークスをご覧の皆様、メリークリスマス。爆竹の桜井です。今井です。何ですか？なんつっていいんだろうな。まあ本当に兄弟の、兄弟であれだけこう一緒の時間で、バンドは20年ですけどね、兄弟はもう何十年と一緒にいる中で、まあ、お互いが我慢して尊重し合って、どっちが弟だか分かんない時はありますけど、くっついてます。楽しみにしててください。待ってます。それでは爆竹の桜井と今井でした。皆さん少し付き合えば分かると思うんですけど、かなり天然です。かわいい、かわいいですよ。頑張ってください。Ha ha ha ha.